めんどくせえ女だな。藤本美貴が後輩愛理の恋愛観をぶった切る。好きな人に嫉妬してほしい、そんな瞬間皆さんはありますか？恋愛してほしい、なんか好きそうかもな、この子すごい可愛いねってなんて返してくるかな。幸せ結構遠いんだなって今聞いてた。さらに失敗から学ぶあざといテクニックをアップデート。あ、ねえちょっとお手洗い行ってこようかな。ちょっと騒ぎすぎじゃない？上手すぎません？使ってあざとくて何が悪いの？俺が一番下手だった。木曜深夜。